タッパだけで、バスケができると思ってるんじゃないぞ。おお、かっこいいな。誰だ？こんなこと言った奴は、ドリブルこそ、チビが生きる道なんだよ。チビと言っているところを見ると、きっとあの人よ。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日のスラムダンクは、宮城亮太について紹介するわ。宮城亮太ってあの背の低い人よね？そう、髪にパーマかけている。え？あれは、パーマなの？電波かも。知らない。でもピアスは、つけているわね。そうね。ピアスOKな高校なのね。あの、霊夢。私の一番の謎は、湘北高校なんだけど、あの高校ってさ。ダメよ、マリサ。それは禁句よ。わかった。もう聞かないことにするわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。亮太は背が低いから、ドリブルから、ボールを取るのが難しそうだな。そうね、一般的に背の低い人の、ドリブルは低く、取りにくいわ。でも、背の高い人もドリブルが、低い人っているのよね。そんな選手もいるの？厄介だわね。でも、亮太は安西監督から、切り込み隊長とまで、言われているから、実力は相当なものよ。一年の時、最初に、いずれ、神奈川ナンバーワンガードと、呼ばせてみせる、今はただのグッドプレイヤーですけどね。って、言っていたよな。あれは綾子を意識しての発言かもしれないな。そうね。次は宮城亮太のプロフィールからよ。身長178センチ、体重59キロ、ポジションポイントガード、背番号は7番。身長は一般的には高い方だけど、赤木、ルカワ、桜木がみんな身長が高いだけに、小さく思えるわ。バスケをしている人としては、小さい方よ。180センチ以上なければ厳しいわね。でもあと2センチで180センチなんだけど。宮城亮太愛用バスケットシューズは、コンバースアクセレレーターよ。私はバッシュのことは、詳しくないけど、有名なメーカーなの？チームメイトも同じメーカーの、バッシュを使っているし、メジャーなメーカーだと思うわ。それって誰？秘密よ。とっておきの人物とだけ言っておくわ。そして偶然だけど、師匠経験者の二人は、コンバースのバッシュを履いているわ。縁起がいいバッシュなのね。宮城亮太のプレイスタイルは、低いドリブルに高いジャンプ力、スピードだわね。それは頼もしい。速攻や高い運動能力、小柄な体を生かすプレイ、身長差10センチ差くらいの人間を、ブロックするのはたやすいのよ。おお、身長の差をものともしないし、逆に、身長を生かしたプレイもできるのね。作中に出てくる彼の喧嘩は、飛び蹴り中心よね。後のチームメイトも、そういやあいつは飛び蹴りが得意だった、と言っているし、喧嘩も結構強いのよ。花道に一撃入れたこともあるし、スラムダンクに喧嘩は必須アイテムなのね。そしてフェイクをかけるのが上手よ。桜木も亮太直伝のフェイクで、敵を欺いているわ。桜木がフェイク？引っかかった人は、屈辱でしょうね。メンタル面もかなり強く、冷静にゲームを組み立てられるの。亮太が加われば湘北バスケ部は最強ね。ただ実は優秀なポイントガードなのに、ボール運びや、ゲームの組み立て専門のためか、好プレイの場面の描写が少ないの。そういえば、ボールを運ぶシーンが多かったわ。もっといろいろなシーンが見たかったわね。でもいい仕事しているのは確かよ。亮太がいるからこそ、他の4人が活躍できるのよ。影の功労者なのね。生かすわ。亮太。でもそういえば、自らゴールを、狙うこともあったわね。あれは燃えたわ。そうね。そしてポイントガードなだけに他の選手への、気配りは大切よ。最もわかる例が、インターハイの時、目を負傷したルカワのオーダーも、すぐに取り入れてくれていたわね。ルカワが片目を負傷したから、パスは、ワンバウンドしてくれってやつね。そうそう、ルカワも亮太を、信頼しているのね。次は宮城亮太の性格よ。性格は意外と女性に対しては内気、そしてお調子者なところがあるわ。え？内気なの？あれは、本命に対してはシャイなのよ。湘北に進学した経緯はズバリ、安西先生に憧れて、よ、陵南の田岡監督が欲しがっていたのに、誘いを蹴ったのね。でも、亮太は高校でもバスケを、続けていこうか悩んでいたの。安西先生に憧れて入ったのに、そんな亮太はバスケ部、マネージャーの綾子に一目惚れ、それが入部の動機よ。あれ？なんだか安西先生の存在が、消えているわ。完璧に綾子が目的だわよね。だが綾子には振られており、他の女性と付き合うことを試みる。そして10回も振られる、記念すべき10回目の、シーンを目撃した桜木の、友人たちは亮太をからかうの。亮太怒らないかしら？失恋後10回の桜木は怒ったけど。もちろん、喧嘩モードに発展していくわ。ああ、また喧嘩が始まってしまうのね。本人、退院早々と、言っているからね。よくよく不良に絡まれる子なのね。結局は水戸から止められて、桜木軍団との乱闘は避けられたわ。どう見ても、桜木の友人たちが、悪いものね。退院した亮太は早速、不良グループに囲まれるわ。そんな時亮太は、綾子と一緒に歩く桜木を目撃するの。桜木を新しい男と亮太は勘違い。即、攻撃。何、綾ちゃん。その男。いや、亮太、喧嘩を仕掛けられている最中ですけど、不良グループは無視するな、と言ってた。だけど、いきなり展開は、桜木 VS 亮太になるわ。そういえば、桜木は不良グループには、目をつけられてないの？無理。
もともとレベルが違いすぎたのよ。桜木の前に浮川にやられているし、良太にやられた不良グループに、三井ってのがいるのだけど、良太は桜木に意識がいって、三井は完全に無視よ。三井、かわいそうに、三井は良太に何をされたの？そもそも、湘北高校には生意気な、一年生をやっつけるという、風習があるの。なんなの、その風習？わからない。リーダーは掘った。最初の呼び出しは桜木だったわ。やっぱりね。でも、ルカワに負けたりしているうちに、桜木は候補から外されたわけ。そんな風習だけど、一昨年のターゲットには良太が、指名されたの。いや、そんな指名。良太は大人数の不良に囲まれて、勝てないと思い、三井一人を、集中攻撃したの。仲良く入院した良太と三井。退院した三井の前歯は何本かなかったわ。しかも、彼はロングヘアー。うん、気持ち悪いキャラクターよね。そうね。そしてことさら、良太に目をつけているのよ。この、三井は、喧嘩は桜木 VS 良太なのに、不良グループも加わって、大混乱。ああ、もうぐちゃぐちゃなのね。こんな時、辞めさす人は、いないのかしら。いるわよ。お互い自分の好きな人の、命令は絶対なのよ。ただ、しばらくはこの乱闘は続くわ。不良グループのリーダー、徳ちゃん、ああ、堀田くんね。彼は喧嘩中に気絶させられ、喧嘩の道具とかすわ、桜木によって投げ飛ばされたんだっけ？徳ちゃん、最初は最強の、不良だったのに、桜木からは存在自体忘れられ、ルカワにやられ、徳ちゃんの権威は、落ちていくのよね。でも、徳ちゃんは最後に三井の、応援団長になっているのよね。徳ちゃんも最後には丸くなるのよ。ルカワ親衛隊以外にも、熱い応援団が、できていたとは。最初は子供みたいに、意地の張り合いを、していた桜木と良太。しかし、ある時バスケと綾子に、対する思いを桜木に打ち明ける。桜木に？素直な子。それは、綾子の気を引きたいがために、バスケ部に入部した、という良太の本音だった。春子に気に入られようと、バスケ部に入部した、桜木と同じじゃない、桜木と同じだったのね、良太。良太の話を聞いて、わかる、涙する桜木、二人は意気投合するわ、周りからは不気味がられるけど、そりゃそうよね、顔を合わせば喧嘩していたんだから。まあ、小競り合いだったけどね、でも、男の子ってさっぱりしてて、いいわ、肉体的に傷つけあっても、友達になれるもの。死ぬ直前、最強の友になる。それ、違う漫画よ。死んだ後じゃ遅いでしょ？良太は桜木のことを、花道とファーストネームで、唯一呼ぶ人物。桜木は良鎮と呼んでいたわね。そして桜木の扱い方が上手。桜木は良太の手の中で、転がされていたのね。でも、小暮くんや赤木くんにも、転がされていたような。操りやすい性格なのね。桜木は、良太は試合中にマネージャーの、綾子を見ながら、華麗なプレイなんか、披露しちゃうわ。これはかっこよかったわね。あやちゃん、こら、りょうた。前見なさい。あやこさんに視線を送りながら、試合をするりょうた。かなりの、お調子者ね。でも、そんな時のりょうたの、フェイクは 100% 決まるから、すごいのよ。さすが、りょうた。かっこいいじゃない？そういえば、りょうたっていうのは本名？それがわからないのよ。漢字があるかもしれないけれどね。一応、作品中ではりょうたに、統一されているわ。りょうたは周りの人をどう、評価しているのかしら？そうね、まずキャプテン赤木は、旦那と呼んでいる、だから敬意を示していると思うわ。ルカワは？ルカワはできる後輩と、言ったところよね。桜木は？可愛い後輩、面倒を見てやろう、と思っているみたい。あとは？誰がいたかしら。三井よ。三井って喧嘩した三井？そう、その三井よ。なぜ、バスケ部にいるの？不良だったのよね。実は三井には中学 MVP を、取っちゃうくらいの、バスケプレイヤーだったの。そこから、不良へ、何があった？三井。それは、いいとして三井にも、敬意を払っているみたいよ。実力があったからね。良太に続き入った、最後のメンバーは、言わずも知れた、三井ね。通称ミッチー。桜木は相手を本名で、呼ぶことの方が少ないわね。不良時代は女男と、桜木に呼ばれていた。いやいや、失礼しましたね。三井も、冷静沈着な、良太だけど、一回、冷静沈着で亡くなった時があったわ。あの良太が？インターハイ予選を突破して、最初の高校、豊玉高校との試合の時よ。確か A ランクの。そう、ちなみに湘北高校は C ランク。そんな。あのインターハイ予選の、プレイを見ていなかったのかしら？誰よ？ C ランクなんて書いたのは？豊玉高校の選手は、反抗期の、ど真ん中だったみたい。新幹線でも豊玉と湘北との間で、トラブルが発生しそうになるわ。試合前から、そんなトラブルが？豊玉の選手は、グレタスポーツマン。という感じよ。ルカワの目をつぶしたり、汚い言葉で相手を挑発したり、その挑発に良太が？そう、良太ともあろうものが、乗っちゃったのよ。安西先生から注意を受け、立ち直れるんだけどね。結果、冷静さを取り戻した湘北は、豊玉相手に勝利を収めるの。やったー、一回戦突破ね。そんな良太は、チームメイトと共に、日本一強い高校、山王高校に、挑むのよ。山王。
負け知らずの高校ね。どうも、本当にバスケは飽きたが、強いみたい。他の漫画にもそんなことが、書いてあったわ。そうなんだ。モデル高校とかあるのかしら？能代工業高校と言われているわ。その実力は漫画を超えるとされているの。漫画でも十分怖い、チームだったけど。ここからは知っていると思うけど、山王高校を破り奇跡的な勝利を、両太はチームメイトと、共に成し遂げるわ。あれには涙したわ。セリフが全然ないだけに、会場の異様な雰囲気が、伝わってきたもの。全国制覇は果たせなかったけどね。それでも天下の山王高校を、倒したことだけでも、すごいわよ。宮城亮太のモデルはケビン・ジョンソンと、言われているの。誰？有名な人？ケビン・ジョンソンは1987年に、クリーブランド・キャバリアーズに、7位でドラフト指名。そうなんだ、7位ってどうなの？優秀なの？優秀よ。1998年からはフェニックス・サンズに、移籍した名選手よ。移籍できるなんて、バレリーナの、世界みたいね。しかも高校時代からメジャーリーグの、オークランド・アスレチックスに、投手としてドラフトもされているの。高校時代から？すごい話ね。それは断ったらしいわ。もったいないわね。身長は185センチと小柄。185センチは小柄なの？そう、バスケ王国アメリカでは小柄よ。2メートル級選手がゴロゴロいるのよ。アメリカは、しかし、高い身体能力を持ち、ドリブルアシストの能力が、高いジョンソン。ああ、なんか亮太と、似ているわね。攻撃力が高いポイントガードとして、NBA オールスターゲームに、3回も出場。ポイントガードとしては有名な人みたいね。そんなケビンの背番号は7。くしくも亮太と同じね。それは納得がいくわ。この、ジョンソンがつけていた、背番号はフェニックスサンズの、永久欠番となっているの。伝説のプレイヤーなのね。なんか憧れちゃうわ。そしてジョンソンは人望も厚く、バスケットボールを引退した後に、市長にも選出されているわ。すごい天真っぷり。市長の仕事はちゃんとこなせたのかしら？亮太も次のキャプテンになっているしね。人望が厚いという面も似ているわね。あとは眩しいボークスという、選手も亮太のモデル候補に上がっているのよね。彼はワシントンブレッツ、シャーロットホーネッツ、といったチームで活躍した選手よ。ふんふん。現在は、ワシントンブレッツは、ワシントンウィザーズに、名前が変更されているわ。そうなんだ。驚くのは、彼の身長よ。なんと160センチしかないの。日本女性の平均身長と同じじゃない。亮太よりも低いなんて、よくプロになれたわね。当時、NBA 史上最大身長231センチの、マヌート・ボル。彼らもワシントン・ブレッツに在籍していたの。身長高すぎよ。公共の交通機関は利用できたのかしら？たまにいるわよね。地下鉄の天井に頭がつきそうなくらい、背が高い人とか、思わず見てしまうわよね。生活していく上で困ることは、いろいろありそうね。このデコボココンビが同時にプレイする、このことは、かなり話題になったわ。子供と大人じゃない、ボークス、他の選手に埋もれてしまったのではないかしら？ボークスはなんと、身長213センチの、パトリック・ユーイングのシュートを、ブロックしているの。その時の映像が見たいわ。亮太の、バスケはタッパじゃないって、言葉は本当だったのね。ボークスは1986年のバスケットボール、世界選手権で、アメリカの代表に選ばれ、金メダルも取っているの。かっこいい。すべての背が小さい、バスケットプレイヤーの、憧れの存在ね。亮太も背の低い後輩からは、憧れの的で見られていたものね。マリサは宮城亮太について、どう思った？体格には恵まれていなかったが、それを利用したり、克服していたことが、素晴らしいと思ったぜ。そうね、それにクールなところもいいわ。でも、亮太は綾子に、夢中だからね。それが、何なの？彼氏になる可能性がゼロなのが、残念だわ。霊夢、彼氏募集中なんだな。まあ、頑張れ。皆さんは、宮城亮太について、どう思いますか？よければコメントを残してくれたら、嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。